海と日本プロジェクト。なんかない？あった、ないか。マジ？これは様々な体験を通して私たちと海とのつながりを知るプログラム、山形海洋塾。一体どんな発見があるのかな？子どもたちにやっぱり海、船、魚について知ってもらいたい。それが大きな目的でしょう。船で海から陸を見る。庄内浜って長い砂浜なんだな、岩場があるんだなということを子どもたちに知ってもらいたいなっていう部分ですね。普段は見れない海上からの風景に子どもたちも興奮気味です。綺麗、初めて見る景色ばっかりですごいと思う。ライフジャケットを装着して安全な泳ぎ方を学びます。ミズクラゲの体の真ん中に四つ葉のクローバーのようなマークあるの分かるかな？あれはクラゲの胃、みんなでいるお腹の部分です。海に関わるさまざまな体験、少しずつ子どもたちの海への思いに変化が現れます。魚っておいしいね、山形県の魚っておいしいねっていう部分も感じてもらう。海と船と魚のこの素晴らしさを体験してもらえばありがたいかなと思ってます。楽しかったですね。いつもやらないんでイカさばいたりするのって。美しい日本の守る子どもたちになってほしいし、また地球規模の海という部分も考える子どもたちに育ってほしいなと思ってます。夏休み、海を学んだ2日間、子どもたちが未来へと海をつなげていきます。海と日本。